身長美容医師医学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長とかしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのはもう超大人気シリーズですね。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。身長先生に聞けのも19番目でお話しさせていくことになりました。ありがとうございます。本日皆様がたくさんの質問ですね、コメントの方に記載していただいているおかげですので、ぜひですね皆さんも疑問がありましたらですね、コメントの方に記載お願いします。ピックアップしながら答えていきたいと思います。そして今回19番目にしてもすごく大事なことをお話しさせていただきたいと思います。というか過去のチャンネルも含めて100本以上多分動画上げてると思うんですけど、なぜこれは今まで話しなかったとね、もうすぐ反省、皆さんにぜひ聞いていただきたい内容というふうに思います。第1なんですけども、身長が伸びなくなる行動トップ5。今回質問ですね、 Z さんなんですけども、身長が伸びに悪い行動ってありますかという質問を、ね、受けさせていただいたんですけどもね、本当にこれなぜ私今までやってなかった、身長先生よと、身長伸びることばっかりやってるんじゃなくて身長伸びなくなるのは何かも言えと、その声ね本当にありがとうございます。すっかり伸ばすことばっかりに集中していて防御がねガラ空きだったってことで非常に反省しております。ということで早速なんですけども、ランキング形式でね発表させてください。まずは第5位、常にネガティブ。意外とですねこの件についてあんまり話してなかったのかなと思うんですけども、改めてこういった機会がありますのでぜひお話しさせてください。身長伸ばす上においては実はメンタルも関係があります。具体的に申し上げると、愛情遮断症候群っていうんですけども、親子関係があまりですね良くなかった場合に身長は低くなるというふうにも言われております。まあ、つまりなんですけど、ネガティブ環境、まあ、いわゆる強いストレス環境にいると伸びが悪くなるということは分かっております。そういったことを踏まえても、非常にネガティブ思考が増幅してしまうとですね、身長の身に影響があるのではないでしょうか。ネガティブ思考をね変えられない部分もあると思うんですけど、変えられる部分のネガティブ思考に関してできるだけですねポジティブ心境を意識していただくことは実は身長にとって大事だというふうに思いますけど、いかがでしょうか。次ですね、第4位、夜更かし。もう夜更かし絶対ダメ。この1個前の動画でもねお話しさせていただいたんですけども、心境を早める原因としてですね2つありますよということで、まあ、肥満と夜更かし。ただし肥満に関して言うといろいろな見解があるので何とも言えないと。ただし夜更かしに関して言うとおそらく良くないでしょうというのが全体の見解になってくるかなと思います。ですのでやっぱり夜更かしは良くないでしょうということになります。思春期がどうとかね、そういう難しい話を横に置いといても、明らかに夜ですね遅く寝すぎてしまうと生活のサイクル明らかに悪くなっています。夜2時に寝て朝7時に起きても5時間しか寝てないわけですから、授業中寝てしまいます。逆に言うと昼間寝てしまったせいで夜寝れなくなってまた夜更かしをしてしまうってね、もう最悪のサイクルに入ってしまうので、そうするともう身長が伸びないサイクルに入っていくので、やっぱり夜更かしはぜひやめていただきたいと思います。で次トップ3、これもめちゃくちゃ大事、運動をしない。運動しないってもうはや身長伸ばす気がないのっていう風にねもう言い切れるんじゃないかなとかって思ったりもねするぐらいですね。運動ってめちゃくちゃいいんですよ。何がいいのっていう風に思うかもしれないですけど、成長ホルモンってこんなちっちゃい容器ですよ、何万円もするとめちゃくちゃ高いです。運動すると成長ホルモンが体が分泌されますので、無料で成長ホルモンが獲得できる。そういった意味でもですね、ぜひですね、まあ、運動をしっかりしていただいて睡眠の質の向上にもつながりますし、栄養の吸収の向上にもつながります。そういった意味でも運動ってものすごく大事になります。特にですね、あのウイルスのせいでですね、なかなか運動する環境がね取りにくいっていうかね本当に大きいらしいので、その中だからこそですね、改めて運動の重要性をですねお理解いただいて、運動ね60分以上ね、もう90分でも、60分の人と90分の人と90分の人はさらに成長ホルモンね分泌しておりますので、もうぜひね無料で成長ホルモンねゲットしちゃってください。お願いしますってことでね、トップ2ね、身長が伸びなくなる要素銀メダルってことで、もうねこれだけはねめちゃくちゃ守ってほしい。すごい大事なこと言いますよ。私のチャンネルを登録していない人もう身長伸びません。本当にね言い過ぎかもってことなんですけども、自分で言うのもおかしいんですけども、これだけですね身長をですね伸ばすためにですね、ほぼ毎日調べて毎日患者さん見させていただいて、毎日ですねどうやったらもっと身長伸ばせるかなってね一生懸命ね勉強させていただいております。ですので今までもねいろんな情報を配信していきましたけどね、今後もですねもうガンガン身長をですね伸びるのに、ね、役立つ情報っていうのはもうガンガン調べて配信していきたいと思いますので、私のチャンネルを
ャンネルをね登録しない人はね本当に損してるんじゃないかなとねちょっと思ったりもするんですけど、いかがでしょうか。ちょっとね言い過ぎちゃったかなね、ちょっと控えておきましょう。はい、そしてですね、身長が伸びなくなる行動1番目ですね。もう本当これ一番大事、一番私がお伝えしたいこと、好き嫌い。好き嫌いをしてしまうともう身長伸びません。食事の好き嫌いですね。食事って本当一番大事だなって常日頃から思っています。よくねお伝えしているのが、この70年間で日本人の男性の平均身長約10センチ改善したわけなんですね。改めてね私もねいろいろと考えてみると、やっぱりまあ行き着く先はね、今の段階ですと栄養のね改善でしょうというふうに思っております。戦後というような時期でまだまだ日本も貧しくて栄養が、ね、手に入らなかったっていう時期だと思うんですけど、現在でやっぱりですね多くの栄養が手に入ります。ですのでぜひですね、まあ、好き嫌いをしないっていうのが最も大事な行動の一つなんじゃないかなと思います。大事なポイントとしてはなんですけども、ある食べ物というふうにね、なんか一個限定してくれればいいなって思うかもしれないんですけども、そこも実はミソで、何か一つだけの栄養素によって身長がめちゃくちゃ伸びる、もしくはめちゃくちゃ伸びなくなるっていうのはエビデンスレベルがあまりですね高くないものばっかりなんですね。過去の私の動画で見ていただいている方だと分かっていただけるかなと思うんですけども、この栄養素に関して言うと身長伸びる可能性もあるけども伸びない可能性もあるとか、いろんな要素が絡んでて結構不確定要素が多いんですね。そういった意味だとバランスよく食べてリスクヘッジしていくっていうのはですね重要なのではないかなと思いますね。好き嫌いせずにですね、いろんなものを食べていただいて効率よく身長伸ばしていただくといいんじゃないでしょうか。ということで身長伸びなくなる行動トップ5を、ね、繰り返させていただきます。5番目、ネガティブってことで、ね、ポジティブシンキングとりあえず明るくいきましょうよね。まずはねリラックスして身長ねぐんぐん伸ばしていただくといいんじゃないでしょうか。次4番目、夜更かしやめましょうってことですね。3番目、運動しない人ダメですよブブーってことですね。で2番目はね、私のチャンネル登録してないと情弱になっちゃいますよってことで、ね、できるだけね私と一緒に勉強していただく方がいろんな情報が手に入っていいのではないでしょうか。そして1番目が食事の好き嫌いってところですね。この5つぜひ守ってください。参考になりましたでしょうか。はい、次の質問いきましょう。 K さん、首を鳴らすことは身長のみに関係ありますか。どうでしょうね、あんまり関係ないんじゃないでしょうか。ただし一般的にはボキボキね音を鳴らしたやつは良くないと言われているので、一般論に従ってあんまり鳴らさないことをお勧めします。はい、次ですね、 K さん質問なんですが、寝る直前まで携帯を見ていると睡眠の質が悪くなるとありますが、友達はみんな携帯を見ているのに身長伸びるんですけど、その差は何ですか、長文失礼しますってことね。これね実はね超面白いよね。ただ大事なポイントはその友達って何人かなってところだよね。例えばなんだけど1人とか2人であればサンプル数が少ないって表現になってきますので、あんまり参考にしなくていいかなと。私もこういう風にすると伸びるいろんなお話をしてるけど、個人差ってものすごく大きいので、それが当てはまる子もいれば当てはまらない子も当然いるんですよ。なので3人ぐらいだったら全然偶然ってことはあります。例えばね10人20人30人全員そうであれば正しいかもしれないので、おそらくは数の誤差だと思いますので、その点で、ね、もう一回振り返っていただくといいのではないでしょうか。次ですね、 A さん、ニンニク注射とかプランセンタ注射とかが身長にいいと言っているんですが本当ですか。言っているってことは誰かが言っているってことでしょうかね。まあ、ニンニク注射とかプラセンタってことなんですけども、2つとも体に悪いものではないので少しはやってもいいのかもしれないけど、プラセンタに関して言うとそんなに積極的に進めることはないかなと思うんですけどもね、うーんっていう感じだと思います。この私の、ね、リアクションを見てこの気持ちは届いていただければと思います。はい、次ですね、 P さん、パンと白米だったらどっちの方が身長にいいですかってことで、これもね超いい質問。この質問の答えね2つあります。パンがいい説と白米がいい説。身長先生めっちゃ卑怯だなってね思うかもしれないんだけども、両方説がありますね。もう少し具体的に説明させてください。まずパンの方がいいという説、これどうしてパンの方が身長に対していいのかっていうね論理の仕組みなんですけども、欧米文化がパン文化だからそれにつきます。日本や東南アジアは比較的いわゆる米の文化、白米の文化ですよね。でどちらが身長が高いか、ね、明らかに欧米の方の方が身長が高いので、そういった歴史的な背景や総合的な統計学から見てみるとパンの方が身長が高くなる可能性が少しはあるんじゃないかってことをお伝えできると思います。もう一個別の回答としては白米の方がいいでしょうという回答があります。でそれどういった根拠からなっているかというと、グルテン、皆さんなんとなく聞いたことあるかもしれないですけど、グルテンアレルギー、グルテンフリーなんてよく言ったりしますけども、パンにはですねグルテンというものが含まれていて、でそれがですねアレルギー物質としてですね体の中で働いたりだとかして良くないでしょうというような理論があります。ですので、まあ、そういった理論からするとパンは良くないのかなという形になります。そういった意味だと白米を摂取するというような形になります。今の2つの理論を当てはめた場合にどういうふうにして考えればいいかというと、グルテンアレルギーとかは採血したりすると分かります。検査してみて異常がない人はパンを食べる、異常があった人は白米にするみたいな、そんなのもねもしかしていいかもしれません。参考になりますでしょうか。はい、次の質問が今日のですねメインパートの2番目になってきます。このね内容もねすごく参考になる内容だと思います。 Y さん、8歳の息子について質問です。 2500g47.5cm という少しだけ小さい体で生まれ、今もマイナス 1.3S
SD。 背の順で幼稚園も小学校も一番前という感じで生まれてからずっと小さいですと。母である私は161センチ、夫は180センチなので2人とも小さい方ではないのですが、生まれてから8歳まで少し小さい息子は18歳の時点で平均より少し小さい可能性が高いでしょうかっていうことですね。この質問ね、超いい質問ですね。もう一個の質問もちょっと読ませてください。別の方です。 K さん、長文失礼します。3歳2ヶ月の息子の身長が86センチです。マイナス 2SD 以下にいます。生まれた時から小さく成長曲線の下線の下をたどるように伸びています。このまま成長曲線を最初は見ると156センチあたりとなっています。幼児期から小さいと、このままずっと将来もマイナス 2SD あたりにいる傾向が多いのでしょうか。165センチ以上などさらに高くなる可能性は低いのでしょうか。父親は167センチ、母親は155センチです。38週3日誕生、2384グラム、46.5センチと。大学病院で血液検査をしましたが、亜鉛と鉄が低い数値ではあるが異常はないと言われ、経過観察となっています。発達も異常はないが遅く、歩いた時期も1歳5ヶ月でした。言葉も遅く、3歳で単語が50個ぐらいです。生まれた時に口蓋裂単独があり、1歳8ヶ月の時に手術を終えています。大学病院ではホルモン注射の治療をするほどではなく、抗生の範囲だというふうに言われています。ホルモン注射以外で伸ばす方法は、生活習慣の睡眠食事運動を気をつけるほかないのでしょうか。できる限りのことはしていますが、なかなか効果は出ないので、とても心配ですね。2つのね、今回質問をいただいて、メインの質問になってくるのは、両親の身長は高いだけれども、今現在お子様の身長が低くて、そのままいくと遺伝子身長から比べるとかなり低くなってしまうんだけども、低いままなのかっていう質問ですね。まずちょっと今日ですね、お勉強させていただきたい内容としては、将来の身長を予測する4つの因子について解説させてください。この4つを理解すれば、最終的に何センチなのかが分かる、まあ、それを持って私は普段、ね、予測してるわけになります。まず1つ目になります。現在の身長から予測する、でも最も重要な要素は現在の身長です。現在ですね、お二方ともになんですけども、身長がですね、マイナスの 2SD 程度とマイナス 1.3SD 程度ということで、私の成長シートで言うと、まあ、その真下に降りた図ですね、それがですね、最終身長を表します。それがまずやっぱ最初にですね、大きなデータの一つになってきます。いろいろな人を含んでそういった表が作られています。お父さんとお母さんが高いことか低いことか、いろいろと全部込み込みでやった時に、成長曲線でそれが平均的に表されてるわけですので、その影響力が一番大きいというのが一つの答えになってきます。ただし、それに対して成長曲線を上振れするのか下振れするのか、私の表でいくと右に行くのか左に行くのかというのは次の3つの予想で決まってきます。で、2つ目は成長曲線から予測するということで、今回はですね、3歳と8歳ということなので、ちょっと3歳のそれまでの身長の記録から最終身長予測するのはすごく難しいですけども、10歳ぐらいまでですね、見ていくと成長曲線の中で右にシフトしていくのか左にシフトしていくのかというような形で、早熟傾向なのか晩熟傾向なのかというのも大体分かってきますね。そういったものを踏まえると、 SD 標準偏差から求められるような身長に対して補正値が加わります。ただし、基本的には私の成長シートであればそのまま真下に降りた数値、成長曲線であればそのまま曲線上に行った数値、今回で言うと標準偏差に基づいた最終身長というのがまずベースにあって、それに対して数センチ程度こういった成長曲線の過去の記録から変動が予想されます。まあ、具体的に言うと大体まあ3センチ大きく見積もっても5センチ程度が最高値というような表現になってきます。次、骨年齢ということですね。骨年齢は手のレントゲンで判断していきます。で、手のレントゲンを取らせていただくと、3歳だとまあちょっとなんともね、まああれなんですけど、まあ8歳ぐらいだと早いのか遅いのかっていうのは多分おそらく分かると思います。それを見せていただくと、よりそうですね、シフトするのが分かると思います。そして4番目がご両親の身長になってきます。で、今回ですね、お二方ともですね、ご両親の身長が高くて、ご年齢が若い間は両親の身長が高ければそっちの方に引っ張られる傾向はやはりあるというふうに考えてますので、ある程度補足されていくと思います。ただし、過去の私の経験からいくと、まあ、3歳ぐらいとちょっと本当に何とも言えないですけど、8歳ぐらいになってくると、その子のですね、持ってる元々の身長の影響力ってかなり大きくなってきますね。10センチとかはなかなかですね、補正されないようにも思いますけど、参考になりますでしょうか。ちょっとね、複雑な話をしたかなと思うんですけど、結論から言うと、直接見させていただければもちろんね、しっかりと採血やレントゲンか判断することができます。ただし、まあ、3歳ぐらいだと様子見っていうような表現だと思います。別の質問が少しあったかなと思うんですけど、大学病院ではホルモン注射の治療をするほどでなく個性の範囲だと言われています。運動、食事、睡眠以外で、ね、気をつける方法はないですかっていうことなんですけど、鉄や亜鉛は低い値ってどれくらい低い値なのか、ここ結構大事なポイントで、これはですね、保険診療上の問題っていう表現がいいかわからないんですけども、私もですね、日頃いろいろ見させていただくと、亜鉛や鉄が欠乏しているお子様が多いです。特に亜鉛に関して言うと、欠乏していてそれを補充すると身長伸びるっていうデータいくつかあったりもします。亜鉛っていうのはそんなすごく
く高いものでもないのでやっていただいてもいいんじゃないかなっていう気はします。ただし、まあ、それは保険診療でやるべきかというとやっていない先生が多いと思いますし、私もですね、まあ、そういうのをやる場合全部自費診療で行っています。それに関してですね、保険がですね、まあ、通らなかったりとかですね、いろいろな背景もあったりとか、症状としては身長低いってことに対して肝炎をですね、保険診療で通すっていうのは賛否両論の内容になってくるかなと思いますので、採血をもとにですね、まあ、自費診療で補助してあげるというのは一つの選択肢だとは思います。もちろん、ね、強く推奨されるとかそういったことはないと思うんですけども、少しでも伸びる可能性を追求していくってなってくると、もしかしたらいいのではないでしょうか。ということですね、今回もね、たくさんの質問で、ね、答えさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。引き続きですね、身長に関することで、ね、配信していきたいと思います。皆さんも、ね、身長に関する疑問がありましたら、ぜひ、ね、コメントの方で記載お願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。